彫像ガットスンボーグラムガッツェンボーレム、1867年3月25日から1941年3月6日は、アメリカ合衆国の彫刻家。サウスダコタ州、キーストーンのラシュモア山にある、大統領像の彫刻で有名である。アイダホ州で、デンマークからの移民の画家、木彫師の息子に生まれた。弟のソロンボーグラムも彫刻家になった。サンフランシスコ芸術アカデミーで学んだ後、1890年にパリに移り、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ。パリでは、オーギュスト・ロダンを知り、その動的で印象的な陰影を持つ作風に影響された。1893年にアメリカに帰国し、1901年からニューヨークで活動しニューヨークの聖ヨハネ大聖堂の100人の聖者及び使徒の彫刻を制作した。ボーグラムのその彫刻は、メトロポリタン美術館に収蔵され、同作品は、メトロポリタン美術館が、初めて購入した、生存中のアメリカ人作家による作品となった。1904年のセントルイス万国博覧会では、金メダルを受賞した。ボーグラムの最も有名な作品は、サウスダコタ州、キーストーンのラシュモア山国立記念公園のラシュモア、山の白い花崗岩の露頭に彫られた、歴史に名を残す4人の大統領の高さ60フィートに及ぶ胸像である。アメリカ政府の依頼で、1927年から、ボーグラムによって、作業は始められ、ボーグラムの没後は、息子のリンカーン・ボーグラムが作業を引き継ぎ、1941年10月31日まで14年間をかけて完成された。1906年から1907年までニューヨークに留学していた高村光太郎はメトロポリタン美術館のボーグラムの作品に感動し助手として学んだ。ありがとうございます。